プラモーションを含むわけないだろバーカ。諸君、これからパンハートの戦争が始まる。日本の伝統的文化の力、大和魂を見せてやれ。おー、みんな準備はいい？いつまでも旧態依然としている愚か者どもを排して、日本の食卓に革命を起こすんだ。行くぞ。抵抗ペンギン。ご飯派 vs パン派。おい、お前ら、我が社にもついに福利厚生ができたぞ。朝ご飯だ。それホワイトな会社が後半に導入するタイプの福利厚生だぞ。さすがですよ上司。毎朝4時に供給するからな。終電逃してる前提の朝ご飯じゃん。もりもり食ってもりもり働けよ。上司さん、こんな手はペンギンですか。名指しするな。部署ごとにご飯かパンか選べるらしいぞ。来月から始まるから、それまでに決めておけよ。なるほど、だったらご飯だね。はあ、味パンだ。お前朝パン派なのか。パン派っていうか、朝ごはんって普通パンじゃない。いや、普通ではないだろ。普通だよ、だってパンの方が美味しいし。待て、え、悪いが味に関してはご飯の方が上だぞ。はあ、炊きたてでほかほかのご飯の色つやや食感、香りはご飯にしか出せないからな。それはご飯の個性であって、パンより優れてる点ではないよ。はあ、焼きたてのパンの方がいい香りするしね。冷めたら美味しくないけどな。はあ、ご飯は冷めても美味しいぞ。おにぎりとかな。そんなこと言ったら、パンだって冷たくても美味しいやつあるんですけど、アンパンとか。でも焼きたての美味しさにはかなわないだろ。ご飯だって炊きたて以上の味にはならないじゃん。だとしてもご飯の方がうまいぞ。いや、なおさらパンの方が美味しいよ。普通ご飯だろ。パンだよ。ご飯パンご飯パンご飯パン。戦争じゃー。健康。諸君、これからパンハートの戦争が始まる。日本の伝統的文化の力、大和魂を見せてやれ。おー、みんな準備はいい？いつまでも旧態依然としている愚か者どもを排して、日本の食卓に革命を起こすんだ。行くぞ。さあ、始まりました。ご飯派 vs パン派、世紀の朝ごはん対戦。今日は私、上司が務めさせていただきます。解説のシャチです。いや、ついにこの時が来たかという感じですね、シャチさん。そうですね、一つの時代に二つの主食、いつかはぶつかる定め。おーっと、早速動きがあったようだ。ご飯派チーム、一体どうしたんだ。苦しそうだね、ペンギン。朝ごはんちゃんと食べた？おそらく消化速度の差が原因ですね。お米は粒ですが、パンは粉からできています。消化吸収にかかる時間は、ご飯の方が圧倒的に長いんです。なるほど、この勝負、早くも決着がついてしまうのか。さあ、このまま押しつぶして。おっと、今度はなんだ。パン派チームがものすごく眠そうだ。僕は一体どうしたパンだ。目が覚めてないんじゃないか。くそー、なんなんだこの眠気は。形勢逆転だ。一体何が起こったんでしょうか。血糖値が急激に上がったため、インスリンの過剰分泌が起きたんでしょう。この反応は眠気を促すだけでなく、将来的に肥満や糖尿病のリスクが上がる、大変危険なものとも言われています。素早い消化吸収にはこんなデメリットもあったのか。いやー、それにしても詳しいですね、シャチさん。食に対する執着がありますので。なるほど、よく噛んで食べるからこそ、ご飯は健康にいいんだ。どちらが体に良いかという勝負では、ご飯派に軍配が上がったか。なかなかそんなことで勝った気になられちゃ困るよ。付け合わせ。おっと、ここでパン派チーム、謎の援軍が登場だ。彼らは一体。バターチーズとバターだ。パンにとっては最強の相棒が駆けつけてくれたぞ。うん、何かと思えばそんなことか。アジの開き。しくしょう、やはり用意していたか。ご飯派チームにも援軍が登場。アジの開きと納豆だ。これは好物つけがたいですね。両者ともベストパートナーを召喚した状態。果たしてここからどう動くのか。おい、チーズバター、俺んとこ来ないか。なに、なんと、ここでご飯派がチーズとバターをスカウト。バカなことを。二人とも乗せられちゃダメだよ。二人が来てくれれば、美味しいチーズリゾットができるぞ。マジかよ。行くわ。スカウト成功。ご飯派チーム、すべての付け合わせを味方につけた。くっそー。
てんの？アジの開きさん、納豆さん、こっちに来ませんか？しかし、ここでパンハチームを負けじとスカウト。しかしこれは血迷ったかパンダ。アジの開きや納豆がパンに合うわけな。すでに寝返っていた。まさに晴天の霹靂。アジと納豆はパンに合うとでも言うのか？試しに検索してみなよ、君のスマホって。な、これは出ます。レシピがクパッドの。そう、変わり種投資と変わり種コッペ。どんな具材を乗せようとも違和感が生まれない食材。それがパンなのさ。くそ、ゲーテモの趣味名。適応力があると言っておくね。さあ、これでとどめだ。おっと、ここでパンハチーム、さらに付け合わせを追加。どんな付け合わせだろうと関係ない。ご飯だってあらゆる具材に合うことを証明してやる。だってさ、行ってきてあげて、ジャムおじさん。はい。何？最後の一人はジャムだった。これは見るに耐えません。この重圧、不協和音。くそ、ご飯にジャムは、ご飯にジャムは。君たちの決定的な欠点、ご飯と甘いものは合わない。せめてあんこならおはぎに。ご飯派逆転。付け合わせという勝負ではパン派に軍配が上がりました。そして15時間後、ここまで長い戦いは初めてですね。双方決して譲らない。果たして主食の王となるのはご飯かパンかコーンフレークか。何？悪いが、貴様らが消耗するまで待たせてもらったぞ。これからはフルグラなコーンフレークが浅いな毎日を作る時代なんだ。いいえ、違います。冷凍うどんです。何？最高の利便性、最高のアレンジ性、そして最高の食べ応え。これからの毎日を作るのは冷凍うどんに違いありません。舐められたものだね。僕たちもこの程度の消耗、工作の歴史に比べたら兵でもない。勝つのは俺だ。勝負は君の手に委ねられた。今朝君が食べたものをコメント欄に書き込んでくれ。それがこの戦いの勝者だ。大事なお知らせ。いつも抵抗ペンギンを見てくれてありがとな。急にかしこまってどうしたの？知らないんですか？抵抗ペンギンが動画を YouTube に投稿し始めて2年が経つんです。まあそんなに。ここまでやってこれたのも応援してくれたみんなのおかげだ。みんなありがとな。というわけで2周年記念、新しいグッズを出すぞ。ぬいぐるみ？ただのぬいぐるみじゃない、アームレスト付きなんだ。何ですかそれ？ PC などの作業をするときに腕を置けるクッションだ。これを使えば疲れないぞ。本当だ、全く疲れる気配がない。ペンパイが膝の上にいるなんてテンション爆上がりです。何より仕事がはかどるだろ。仕事がはかどるんだって？ならこの仕事も頼んだぞ。これがあれば仕事なんて余裕だよ。自分が今までこんなにできる日があったでしょうか。アームレスト一つでここまでやる気になるなんて。1月22日から2月21日まで受注を受け付けているぞ。詳しくは概要欄をチェックしてくれ。買ってくれたらペチペチしてやる。ペチ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 。みんな給料日前後だから買えるよね。山登りってロマンがあるよね。なんだいきなり。ねえねえ、今度一緒に登山に行こうよ。別にいいが、準備はしっかりしておけよ。じゃあ遠足に行く感じでいいかな。お前、自然を舐めてると痛い目見るぞ。次回山で遭難するとどうなるのか。遭難か。じゃあ今からサバイバル系 YouTuber の動画見ておくよ。まずは遭難を回避する動画を見てくれ。ファンアートの募集をしているぞ。詳しくは Twitter を確認してくれ。書いてくれてありがとうな。ペチ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 。チャンネル登録よろしくな。登録するといいことあるの？俺が無限にペチペチしてやる。ペチ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 。この腹黒パンダが。